フィンバーカントリーとはアメリカの競争馬である。父はウッドマン、母、フォール・アスペンは数多くの G1 競争優勝馬重賞優勝馬を輩出している。アメリカで現役生活を送った後、シュ馬として日本に輸出された。1994年6月のメイドンでデ,デビューし3着。この後3戦目で初勝利を挙げると自走。 バルボアステークスに勝ち初重賞制覇を果たす。G2 競争3着の後、シャンペンステークス、ブリーダーズカップジュベナイルと G1 競争を連勝。この活躍が評価され、エクリプス賞最優秀2歳ボバに選出された。1995年は勝ちきれない競馬が続き、参戦して3着、2着、4着という結果だった。次のケンタッキーダービーでもサンダーガルチの3着に、 敗れる。だが自走、プリークネスステークスでは、一点変わり身を見せ、最後の直線コースで鋭く伸び優勝を飾った。この後ベルモントステークスを目指したが熱発で回避。さらにクッキン,ンを発症していることが分かりそのまま引退した。競争場引退後は、種ボバとして日本へ輸出された。日本では2001年に、ムガムチューがダービーグランプリに勝ち、3区による、 G1 級競争初制覇。その後アドマイアドンが主にダート戦線で活躍し、G1 級競争を7勝したことで、本場の日本での知名度は飛躍的に向上した。また、リース・シュボバとして、海外で併用された時の3区であるバレットが、フリゼット・ステークスを、エレメインが、エージ氏をオーストラリアンダービーなどを勝ち海外でも、活躍場を排出している。基本的には、 ダートで中距離以下の距離を得意とする3区が多いのだが、障害レースや芝レースでも活躍場を出しており、幅は広い。2020年に鈴鹿マンボサ3区の名称を出す際が、中山大障害を勝利するまでは、JRA の芝、ダート、障害、すべてのカテゴリーで3区が GI を制している、唯一の種ボバであった。2015年シーズン途中に種ボバを引退。 2016年2月23日に、つなぎ用先のレックススタッドで心不全で死亡。GI 級競争優勝馬、ギルデッドエイジグレード性重症優勝馬地方、重症優勝馬ほか、近親に活躍馬多数。ありがとうございます。